アマ5世によって1888年に導入された太陽国独自のグレゴリオ歴である。民間では太太陰歴も用いられているが、太太陽歴は大の公式な暦である。年は西暦よりも543年大きい仏滅期限で数えられる。便宜のためにカレンダーには通常関数字とアラビア数字で西暦も記されている。 2004年8月のカレンダー。うれつの2行目は、タイ文字で2547を表し、仏滅期限2547年の意味である。2004年8月のカレンダー。カレンダーには、洋日祝日のほか、仏教の祭日、中国歴などが記されることがある。2004年8月15日16日のカレンダー。 青い走り書きの数字があるのは国営宝くじの抽選日で数字は予想番号である。渦のカレンダーを例にとると出生届には日、月、年、時間に続いて曜日、退院歴の日付、江とが記録される。タイでは伝統的に江とで年齢を表し一周する12年ごと60年ごとにお祝いを行う。ラタナ更新期限の年は チャクリー王朝を創設し、万国を首都と定めた、ラーマ一世が即位した1782年4月6日から始まる。ラーマ五世は、この年を起源と定め、西暦1888年をラタナ更新起源106年とした。タイの仏滅期限は、釈迦の入滅の日と信じられている、紀元前543年3月11日を例とする。 ラーマ6世は暦を仏滅期限に改め、西暦1912年を仏滅期限2455年4月1日から始まることとした。西暦1941年に、プレイク・ピブンソン・クラーム首相は、仏滅期限2484年を1月1日から始めると宣言した。そのため、仏滅期限2483年は9ヶ月しかなかった。 今日では、西暦の1月1日と4月13日から15日に祝われるタイにおける旧正月の祭りの日は共に祝日となっている。しかし、タイの家人のコミュニティでは、旧正月は中国歴によって決まる。祝日となる仏教徒の祭りの日付はタイ印歴によって計算される。そのためその日付は太陽歴で表すと毎年変わる。 月の名前は、インドの先生術に由来する。30日の月の語尾は、サンスクリット語で、到来を意味する、マイナスアーヤナに由来するアイオン。31日の月の語尾は、英語のカムと同語源で、やはりサンスクリット語で、到来を意味する、マイナスアーガマに由来するアコムである。2月のみ、語尾は、サンスクリット語で、カセや、束縛を意味する、ボンダに由来するファンである。 順年の2月29日は、サンスクリット語で、深を意味する、アドカに由来する、ライクジャードンと呼ばれる。週は、サンスクリット語で、ナナという意味の、エスアビーダや、エスアビーダ、エイチアと呼ばれる。日曜日から始まり、土曜日で終わる。曜日は、太陽と月、五星のサンスクリット語から名付けられている。微光、4列目の色は、 その曜日に幸運と考えられている色を表している。ありがとうございます。